国際宇宙ステーションに長期滞在している若田光一宇宙飛行士がいよいよ地球に帰還します。その若田宇宙飛行士がおよそ5ヶ月の ISS ミッションで印象に残っている出来事をランキング形式で振り返ります。まずは宇宙滞在中に嬉しかったエピソードトップ3の発表です。3、2、1。第3位は幼い頃からの憧れである月探査に向けた技術実証のミッションを軌道上で担当できたことです。月面有人与圧ローバーの開発に向け低重力での液体挙動を調べた LBPGE 実験や月火星探査に向けて無重量環境での物質の燃焼の違いを確認するフレア実験、尿や汗を飲み水に再生する水再生装置の技術実証などのミッションに参加できたことは大きな喜びです。今回の宇宙飛行中にはアルテミス1の打ち上げもあり、有人宇宙探査に向けた動きが活発化する中で月火星探査に向けて ISS での実証が役立つことが実感できました。宇宙で嬉しかったエピソード第2位は希望日本実験棟で世界各国からのミッションに参加し希望の優れた能力を生かして国際協力に貢献できたことです。希望ロボットプログラミングチャレンジやアジアントライゼロ G ミッション、希望からの超小型衛星放出ミッションとしてウガンダとジンバブエの初の人工衛星の放出、さまざまな国から提案いただいた実験を実施し、提案者開発者たちの皆さんが喜ぶ顔を見ることができ嬉しかったです。そして宇宙で嬉しかったエピソード第1位は長年の目標であった船外活動を実施できたことです。これまでに ISS での長期滞在を2回経験していますが、過去の滞在の時も訓練を積み重ね、いつでも船外活動ができる万全の状態にしていました。しかしながら計画された船外活動がなく、その機会はありませんでした。今回 NASA 宇宙飛行士のニコール・マン宇宙飛行士とペアを組んで2日間にわたって合計14時間余りの船外活動に臨む機会を得ることができ、新型の太陽電池パネルを取り付ける台の設置作業を行いました。この新しい太陽電池パネルは2030年までの ISS の運用において安定した電力供給能力を維持するために必要なものです。嬉しかったエピソードトップ3に続いては大変だったエピソードの発表です。3、2、1。第3位は線虫を用いたニューラルインテグレーションシステムの実験です。この線虫を用いた実験では地上とは全く異なる環境の影響が判明し、実験条件を柔軟に変えて地上チームと緊密に対話しながら実験を進めました。無重力状態で多くの実験サンプルやツールを用いた実験作業はとても大変でしたが、予測できない宇宙環境の変化に応じて実験の条件を変えて実験をできるのはISS という長期滞在が可能な有人宇宙実験施設を持つからこそのメリットだと感じています。宇宙で大変だったエピソード第2位は船外活動中に取り付ける予定だった機構が取り付けられない状況に陥ったことです。 ISS 側の取り付け部の熱防護カバーとの干渉があったり、設置メカニズムの挙動が想定外だったため初日の船外活動で取り付けができない状況になりました。さまざまな手法で取り付けを試みましたが取り付けができず、2回目の船外活動までに地上管制局の運用チームが技術者たちと対処方法を検討し、軌道上の我々クルーもその準備作業に参加しアイデアを出し合って対策を練り、2回目の船外活動に臨みました。ところがその試みた新たな取り付け方法も成功せず、使用した工具も破断したりして大変苦労しましたが、地上管制局のチームとクルーが連携してリアルタイムで新たな取り付け方法を試み、なんとか取り付けを完了できました。まさにチームワークの勝利だったと思います。
そして宇宙で大変だったエピソード第1位は、仲間の宇宙飛行士3名が使用するソユーズ宇宙船の外部熱制御システムの冷媒が漏れてしまい、通常の宇宙船として使用ができなくなったことです。その対応として我々のクルードラゴンへ緊急時に使用する座席シートを取り付けたり、火災や急減圧などの ISS の緊急事態への新たな対応方法を準備し、ミッションを継続中です。宇宙では想定外の出来事がいろいろと起こりますが、そうした事態に備えて地上でさまざまな訓練を行っており、地上管制局のチームとの緊密な連携のおかげで想定外の事態にも冷静に対処することができています。 ISS での想定外の出来事はさまざまな訓練やチームワークで乗り越えたんですね。そんな若田さんは宇宙からの美しい光景を私たちにたくさん届けてくれました。最後は宇宙からの絶景トップ3の発表です。3、2、1。まず第3位は初日の出の光景です。宇宙でお正月を迎えるのは今回で2回目ですが、カメラのスクリーンに映る大気層を通すことなく鋭くまばゆい光を放つ初日の出の光景には心が洗われるような気がしました。そして今年も頑張ろうという気持ちにさせてくれる素晴らしい光景でした。宇宙からの絶景第2位は ISS から撮影した満月の月の出です。スノームーンとも呼ばれる2月の満月は今年一番遠い満月でもあります。明るく輝く月の光と青い大気層とのコントラストは印象的な光景です。その明るく輝く月が私たちを新たな有人宇宙探査に導いてくれているように感じました。宇宙からの絶景第1位はやはり何と言っても富士山です。日本一高い山富士山は宇宙から見てもとても美しい山です。長い間宇宙で仕事をしているとふるさと日本が恋しくなります。富士山の光景は地上から見ても絶景ですが、富士山は ISS からもすぐに見つけることができるほど大きく、雲の間から顔を出して私たちを励ましてくれているようにも感じました。美しい地球を眺めているととても癒されるため、余暇の時間はよくカメラを構えて撮影をしていました。トップ3以外にも美しい光景はたくさんあり、私のツイッターでいろいろな写真を投稿していますので、ぜひご覧になってくださいね。宇宙からの絶景、これは何度見ても美しくて癒されますので、ぜひ若田宇宙飛行士のツイッターをご覧になってください。若田宇宙飛行士が振り返る ISS でのエピソードトップ3、いかがでしたか？楽しかったことや大変だったこと、いろんなエピソードがありましたよね。今回初めてクルードラゴンでの着水で帰還する若田宇宙飛行士、地球へ帰ってくるその瞬間も応援をよろしくお願いいたします。